傷ついてしまって。おい。前からなんかずっとなんかその女子受けのやつピカチュウと遊びやがってお前。ほんまに。家になりますね。はい、ということで、はい、今日やりたい企画ですけども、一週間円周率生活。はい。よ。とは。ということで、君たちは一週間まず財布を持てません。おい。それ車の運転免許取らないでいいんやけど。免許は持ってよ。あ、免許は持ってよ。現金、現金は持っちゃダメ。お金を持てませんが、お金を稼ぐ手段を与えよう。1日に1回、円周率を桁を唱えてもらいます。それに伴い、かける50円、50円差し上げます。渋っ。言えた桁数かける50円差し上げます。渋ないっすよ。でも200桁とか言えば1万円。200桁言ったら1万円ですから。あ、セットもらえるな。でもで、1日にこの1回だから、その1回で稼いだお金しか1週間生活できません。動画回ってない時、はい、でも、まあ、皆さんしっかり暗記するように。わかりました。で、毎日夜10時、はい、夜10時、夜10時にここ集合。あ、ログインボーナス、ここログインボーナスです。そう、毎日ログインボーナスで。あ、欠席したらどうなのこれ。欠席したら次の日のお金ありません。で、ね、ゼロ桁扱いになります。はい、ということで、メイキングパスポーウィズパイ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 。本日は今現在9時半です。はい、はい、ということで、今から30分で明日のお金を稼ぎます。おお。で、桁数は3から数えるから3.14で3桁、だから3桁は言えるはずない。あー、150円は確定ガチャだ。150円は確定ガチャだよ。確定ガチャだよ。パン1個は絶対払える。で、そう、健康で分化できた最低限の金額。それは保証してるから。それは保証してるから。現状1人何桁言えるかちょっとやってみる。じゃあ、いったんですか。いったん練習かね。はい、俺は3.14159265358979793238.46 まで言える。ああ、もうすでにここまでしか言わへん。逆に、いや、しかじゃないよ、お前。もう生えてるやん。そうですね。言えば最近なかった。脱毛です。え、じゃあ、どうぞ。3.14159265 この電車は円周率行き、各駅停車、停車駅は1、4、1、5、9、10、絶対効率悪い。ブレイクスー先のノリで言ったら覚えるじゃん。さあ、で、1592、6539、7239、3235、レニアや、5レニアで、こいつなしで行くやろ。で、ないのに〇を立つ。ということで、あれから30分、10時になりましたということで、ちょっと待って待って待って、最初にいた人。はいはいはい、お、はい、僕は見てますので。はい、ファーストチャレンジャー、キム君。はい、用意スタート。さあ、1592 65、おっと、緊張で汗が流れている。5、6、2、残念。あ、ここちゃうわ、ここや。あ、ダメです。あーっと、というわけで、キムくん記録32桁。ってことは1500円。1600円じゃん。全然1日暮らせるやん。大学生の1日の平均食事代ぐらい。そうなの。1600円って余裕で生活できるな。余裕。僕はあの、口でいきます。はいはい、どうぞ。3.14159265356939。うわ、37510。50508みたいな、もう分からん。あ、違う。で、3入れたら52。52。52。5ずつ覚えてて。5単位をどこで言うかみたいな。次、すんし。よし。3.14159265839723238462643838329で以上です。潔いよ。めちゃ潔いやん、お前。あ、50。お。5019。で、50までやから。3か。あ、まあ。33桁。
トライ全然しやらない。以上です。僕はもう覚えるとこだけ覚えて、まあって感じですね。いきます。はい、はい、ということで最後のチャレンジャー話、はい、レディファイト。まず 3.14 ミニミアなんで3238ね。次ね、外国人選手ゴレヤニみたいなやつ。ゴレヤニみたいな、外国人ドログバの兄弟のゴレヤニみたいな。俺の中で多分ゴレ82デディデディデディゴレニアか、間違えた。完了でございます。でも結構ガー、結構いった。ここがもう同じですね、ほとんど。イエーイ。レンガーさんが突き上げましたね。いや、レンガーさんえぐない。こっからですよ、本当の勝負は。そうですね、あれは努力次第で急に100とか出てくる可能性あるから、ね。はい、ということで以上の、じゃあお金タイム、お金タイム金銭のやり取りをしようじゃないか。はいはい、はい、じゃあキム1600円。はい、いいっす。はい、じゃあというわけで、じゃあ1日目、はい、これにて終了ということで。はい、はいはい、というわけで、今晩はサイゼリアに行って、こんだけね。サイゼリアで、まあまあ皆さんね、一応1000円、2000円弱ぐらいはね、みんなで稼いだんで、一個言いたいのは、そう、朝の朝、これで朝の朝昼も朝の朝昼もやから。そうなんですよ。まあ、僕ミール使えるんで。いやいや、お前それなんじゃない。まあ円周率をやってみて思ったんですけども、なんかその同じような暗記方法じゃ続けられないなということが判明したので、僕の中で今回は文章的な感じでですね、51桁目から60桁目まではこれ、ゴーヤに置くな、シクシシー、ゴーヤにね、ゴーヤの上に置いたらダメなんですよ。ナオムが泣く。できた、100桁書いた。70679。はい、というわけで、はい、円周率生活2日目でございます。俺自信ある、今日自信ある、マジで今日はマジで見とけ。目標は何桁、ちなみに今現時点。俺マジでミリオン100負けだ。じゃああれか、5000万これで。そうですね。ビビり倒すね、多分お前ら。多分大丈夫です。ジャスンからでいいんちゃう。ゲジについてよう。はい、 3.14502884186 強253117067。えぐないお前。9、マジでドラゴンやめて、ほんまに。そのジャスト100キラです。すげえ。お前影の努力してきた。さては、はいはいはい、すげえな。でもすごいすごい、はい、どういうこれ暗記法やったん、これ。もう賞味語呂合わせやん。語呂合わせ方がもう語呂合わせやん。そうなんです、ここで。ああ、そういうことね。完璧に語呂合わせで。確かに。すげえ。俺普通に何も書かずに脳に記憶それマジでエグいから。記憶格納していってる。それエグゾディアで。お前できたらすごいですけど、ほんまに。バイバイバイピー。3.14159265358979、375100、58、ちょっと待って、58580、5820、58205。残念。ああ、だから全然成長してへんやん。そうなんや。お前スライムやん、もうお前。もうだからログ入った。ログ入った可能性。お前もううち。いやでもグラフで言ったらお前もう。覚えてんねん。74944で、その次が。そんな単調記憶で何ができる。いきますよ。5。4628。4328。3279。残念。嘘でしょ。これは。ちょっと待ってくれ。
合う合う合う、ほんまきつい、もうこれもう早く舞台を降りろ、早く舞台を降りろ、こういうやついてほしかった。でも1週間のうち一番もう今泣いてる。今決め標準60まで行きたいです。60まで行こう。60まで行きたいです。60でももう23言ったら、はい、お前もう最下位は逃れられるから、今日あのバカのせいで。レディーゴーイ。レディーゴーって言ってくる。時間関係ないですよ。はい、ありがとうございます。4 5 6 5 7 8 9。おディレディー。じゃあスン君にまず5000円と。あ、ありがとうございます。これでかっ、これでかっ、でかすぎ。5000円でかっ。あなたが1000円、1100円。はい、ではありがとうございますから。会場代か。最後に泣くのは俺だ。泣く間違えた。はい、昼ご飯なので食事にやってきました。今日の昼は昨日の夜食べてないんで、これです。これが死んでます。値段は562円です。よろしくお願いします。ということで、はい、で今日一番言えなかった人、はい、お金もらえません。ああ、いい、イエイ、やばっ。おっ、あ、俺だ、はい、じゃあやっていきましょう。オッケー。じゃあ、あのさんどうぞ。今回はね、一人違うところを見せてやる。レディー、バイ！お願いします。俺、ちょっとペン書いていい、これ切り出そう。あ、あ、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。あ、1、4。あ、耐えた7 5 1 0。よっ、ペン50桁706 79 08 128。38 196 2。違います。200。よっしゃー。2桁。おめでとうございます。めっちゃ充実感ある。やば、これ超楽しい。200桁いけるんやな。でも3日で200いけるんやな。すごい。俺脳細胞死んでないよまだ。8 4 1 9 7 1 6 9 5。あ、9ん、お前ミク草だから。そうっすね。あー、ここでミスったか。おっと、スン選手。あー、ミスりましたね、ここで。あー、しょぼいっすね。いや、でもとスン選手。ほんまに嫌そう。耐えなんでまだいいんですけど。耐えだ。だから金的には大丈夫。金的には、ね、そうなんです。まだ貯金はしてるんで。全然このゲーム貯金が多分本質じゃないから。そのゲーム貯金が本質なんですよ。貯金できたらいいってわけじゃないから。そうだから。キムどういう風に覚えてるの今。僕はなんか語呂合わせ。あ、語呂合わせ。語呂合わせが多分な、いっちゃん強いと思う。まさやな。なんやかんや。語呂でどんだけその、語呂の中でもどんだけこの繋がりをなんか、そう、あれができるか。語呂同士の繋がり。そう、語呂同士の繋がりがこうむずくなってくるっていう。で、昨日花尾が200桁いいよって俺はしばきたいんですけど、3.14 15926535 89793238462643383239。やべえ、このままじゃ負ける。ということで4日目、折り返した。はい、折り返しということなんですけど、今日は1対1みたいなの作って、桁数が少なかった方は今日は金もらえません。なるほど。そう、取られってことだから直撃パイ撃か。はい、うい、シェイエーイ、これいい、任しとけ。3.14 3.14。
ディ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 残念。あー、レディーファイト。はい、ファイト。はい、読んでいい。お前めっちゃおい、6535897978のベーシックインカムもらったんやぞ俺。いや、ベーシックインカム、ベーシックインカムで勝敗に関係なくくれ。いや、消えた年金問題です、これ消えた年金問題。わー、安倍さん払いだよー。 So Kuma is very happy. Oh my gosh. 3.1415926535893932。今ね、日本時間になったら朝の5時なんですけども、あいつら今キャスしてたんで、多分あいつら起きてると踏んで、ちょっと電話したいと思います。もしもし、おはようございます。演習率のお時間です。演習率の時間、ハワイでこれやっても絶対俺らのキャラ3。ハワイどころかお前、世界で今俺らだけやの演習率生活。よーい、スタート。 3.14580、何やったっけ、580225、580225、あ、じゃあ50822、ごめん、50822。どこですか今どこですか今50822って書いてるとこ。ああ、そんなことを書いてる場所はないですね。じゃあ間違えました、ブブー。やっぱ完全にハワイのね、空気に頭がちょっとクレイジーになってるかもしれない。ハワイのせい、これまずハワイマジで。はい、ということで、花輪選手の挑戦。はい、レディーゴー。5028 7419。おや、71、間違ったような気がするんだった。もう一回、ちょっと5028、はい、7419。残念、残念、8419、残念、残念、今日やばいですよ、残念。今の出禁ですね、今の出禁ですよ、出禁、出禁です。なるほどね、今日は一人しかお金もらえません。マジで。いや、待ってください、それやると最終日誰ももらえないって。そうっすよ、違います。最終日はもうね、あれやから成果発表やから、この1週間はもうな、その成果発表のためのかませに過ぎひん。じゃあ、いきまーす。190914=292更新。リリ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 ー、今ので327桁。キー、327桁だよ。お前暇人かよ。ちょっと繊維喪失の大きな入ってねえけど。じゃあもうやめますか。いや、でも僕この間ツイッターで見たんですけど、円周率は π じゃなくて 2π だって言ってる人いました。だから僕 6.28 書き始めますよ。やれよお前。いや、こいつ今言ったんで、いやいやいや、こいつだけ2π書きますね。一回やってみるのが大事やな。はい、やっていきます。物は出し、おっと、本当にそうか。 6.2831
俺二分のパイやろうかな。もっとむずい。もっとむずい。六七八九十。11桁目。79だから7、あの繰り上がって8になってて切ないですか。ああ、こいつの限界かもしれんな、もしかしたら。じゃあでも僕もちょっともう疲れたんでもらいます。これ分かった。次のやつを次のやつ入れればいいね。あの消して今入れたとこまで入れたとこを入れてバカかけるにしたらいいんちゃう。そうですね、多分64、6476合ってる。9252。ちょっと待って、これ取った方がいい。すげえ。これは取った方がいい。こいつやばい。だから電卓で計算すればいいっていうのは間違いなんですよ。学校に行ってください皆さん。だからあれやな、手やったらな、自分の思う存分神の許す限りいけるよ。いくらでもいけるっていう。いくらでもいけるって、それが言いたいんでしょ君は。それが言いたいです。生きる人は限られますけど。だから僕はこの話出したんです。先見の目。先見の目。じゃあはい、2分の倍ね。はい、はい、1.5。 ニコニコメグさん、シワだらけやし、ハゴイタの虫はゴシック体、ライオンだ、ムムニヤムムニヤ。皆さんハロー、ニナイです。シコ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 ミシさん、ミシコ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 ミソさん、シコシコだ。伊佐坂先生は鬼師っていうのが一応300桁までです。ということで演習率生活最終日です。ということで最終日はですね、全員で一斉にこう書き始めます。はい。でその後全員で一斉にこう 3.14 から読み上げてって、はいはいはい、あ、こいつ違う数字言ったってなった、で間違ってましたってなったら、そいつから脱落してます、ね、今回ですね、なんと5人組採用します。4人組。あ、4人組。どういうことかと言いますと、はい、現時点の最高記録各々の超えないと続きます、この生活。僕は嫌だ。俺も嫌だよ。はい、ということで、じゃ今からね、書いていきたいと思います。はい、はい、それではいきます。はい、ゆしについて回答始め。はい、それでは皆さん発表に移りたいと思います。はい、はい、読み上げましょうか。はい、せーの。3.14159265359793938462643383279。164。ストップ。はい、大丈夫ですか皆さん。大丈夫です。脱落しませんか。全然大丈夫です。大丈夫ですか。全然大丈夫です。まだ参る。まだ参る。まだ参る。せーの。06。まだ参る。これで100ですね。あ、甘い。え？ということは？なんなんその顔して。あの、うん。こう見てもらえば分かるんですけど、うん。間違ってます。あ？5ってこと？はい。1が1って書いてるな。はい。え、今までマックス何桁やった？いや、マックスは超えてるんじゃないですか。はい、じゃあいきます。はい、どっかすか。8からやろ。せーの、82。9408128434。え、43じゃない。あ、48。やったー。俺覚えてんのに出力ミスじゃん。でもマジで、でもそれどう見るかね。まあ、でもそこを本当に覚えてるかどうか僕ら確認できないんで、出力でしか確認できないんで、僕ら結果が全てなんですよ。キムさんが言うと。なんでお前が言うと。正論なんすけど。ちょっとほんまま、それ続きちょっとやるもん。続きちょっと読んでも、まあまあ、俺も読むだけ。読むだけ。スタッフゴーストとして読んで。はいはいはい。せーの、48。9489。354。あ、間違えた。俺191桁や。おお。まあ、
まあ、耐え、まあ、そうですね、耐え、耐えではありますし、はい、どうぞ。ナイス。54 9 3 5 8 8 1 0 9 7 5 6 6 6 9 7 5 6 4 8 2 3 3 7 8 6 7 8 3 1 6 5 6 4 8 5 6 6 9 2 0 9 2 0 9 6 9 1ここの音あ、ほんまや、間違えた。96ですね、96ですね、はい、ごめんなさい、一人旅します。1行飛ばした。じゃあ、一人旅お願いします。96から96282925429171536432の2が違う。違いますね、40ですね。あー、ここはでもどこだ。おっ、あ、前回は超えたギリ。あー、まあ、まあ前回は、え、超えてない。え、超えてないの一人いますよね。うん、一人二人だろお前。いや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 、この企画を考えたのは俺なんやけど、うん、俺のせいでみんな喧嘩するっていうことが結果や。そうなんだ、からお前の決めたルールでやっぱみんな、そうないんよ、デンガーさんのせいで僕らあの喧嘩してるんですよ。こんな終わり方すんの。でも演習率定着が難しい、これやっぱ覚えたところをまた間違えるっていうことがやっぱあったり。いやでも怖いかけたいんだけど、次やったら絶対かける。でもあの今演習率生活終わってちょっと意外な結果ですけど、でもこれやったら俺クイズノックに勝てると思うねんな。当分負ける気はしないですけどね。これまあでもまあ楽しかったんじゃないですか。まあまあ楽しいってことにしましょう。まあまあまあ、はい、楽しいってことにしておきましょう。楽しい楽しいっす。お前が一番頑張るよお前。はい、いやあのクイズノックに妥当クイズノックなんでね。はい、クイズノックです。はい、はい、ということで、あざした。ありがとうございました。